こんにちは、山周平です。今日はですね、噂のこのレシピを試してみたいと思います。検証、チーズ蒸しパンは凍らせるとチーズケーキになるのか。というわけでですね、こちらを買ってきました。セブンイレブンでふんわりチーズ蒸しケーキ、まあ、チーズ蒸しパンですよね、蒸しパンです。他にもですね、さまざまなコンビニでさまざまな、チーズ蒸しパンが売られています。実はですね、僕あんまり蒸しパンっていうのはこう好みじゃないかもしれないんですけども、ただですね、チーズケーキはめちゃくちゃ大好きです。というわけでですね、このふんわりチーズ蒸しケーキがどこまでチーズケーキになるのか期待大です。それでは早速凍らせていきます。というわけで3時間後です。3時間ぐらいがいいらしいんですよ。カチカチにしてもダメみたいで、3時間がおすすめとありました。はい、こちらです。こうシャリシャリしてそうですね。お皿に移しました。表面はちょっと霜みたいな感じになってます。それではフォークを入れてみます。お、あ、いい感じかもしれない。もう切った感じはチーズケーキのそれですね。それではいただきます。これはですね、冷たい蒸しパン。いや、ちょっと期待しすぎたんですかね。チーズケーキではないです。確かに食感はチーズケーキにかなり近い、かなり近いんですけども、やっぱりね、味が薄い。チーズケーキってもっとこう濃厚なんですよ。蒸しパンの味をチーズケーキにすることは味の濃さ薄さの問題で難しいんじゃないかと思いますね。というわけで、チーズ蒸しパンはチーズケーキになるのかといった検証でございました。他にもですね、様々検証していきますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。それではまた。